1909年から1946年の英領マレイイギリス領マラヤは18世紀から20世紀に渡りマレー半島とシンガポール島に存在した海峡植民地とその他の地域からなるイギリス支配下の連邦。日本国内に現存する公的資料では英領マレーとされている。 マレー半島南部の北緯六度五十五分から一度十六分までと、ボルネオ東岸の一東京、インド洋の一東京一諸島から成り立ち、行政上からは、海峡植民地とマレー連邦、ヒマレー連邦と、概ね三種に区分される。鈴は八百七十年代に急行業化した、欧州で、およそ枯渇してしまっていた。それ以前から、後に佳境となるクーリーを集約した。 中国系の鉱山所有者がマレーで地元農民を駆使しながら鈴を採掘していた。イギリスは1874年からマレー西部の各地に駐在館を設置したが当分は中国人事業が採掘を担った。鈴の生産量は1871年に6000トンであったが1895年には5万トンに膨れた。鈴は 古来から合金にする使い方もあったが、1870年代以降に、増えた利用法というのは缶のメッキである。1895年以降、鈴の消費は、電気メッキという技術革新によって、増加の勢いが、徐々に緩やかとなった。しかし、需要が減るなどということは、決してなかった。 そして、イギリス人と中国人は順に精錬と採掘において技術を競うようになった。イギリス人は株式会社を作って技術革新に膨大な資本を投下できたのに対し、中国人は堅くなに個人経営を続けたので採掘の容易な交渉が掘り尽くされるに伴い、湿地からもゴールドラッシュで性能実証済みの春節機で深く掘れるヨーロッパ資本が 徐々に台頭した。一方で、労働条件と環境保護の両面から法規制が進み、これもヨーロッパ資本へ有利に働いた。やがて世界恐慌で中国人企業は次々に倒れた。鈴は価格を釣り上げても、缶などの滅キされた製品は値上げ幅が知れている。1931年、マラヤ政府は生産を制限するためにオランダ領東インド、 ボリビア、ナイジェリアとカルテルを結んだ。マラヤは1942年から1945年まで日本の占領下にあり、シンガポールは湘南島と解消された。日本の軍政下では当初、統治者である日本軍と非統治者である現地住民の間に意思疎通に困難が生じた。日本はこの頃シャムの協力に報いてケダ州を譲渡した。 日本のポツダム宣言受諾後、マラヤとシンガポールはイギリス軍政下に置かれた。ありがとうございます。